はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。はい、今回のゆくゆくチャンネルはですね、はい、はい、ゆっくり飲みながらどうぞ。消防士の肥満についてお話ししていきたいなと思います。はい、はい、ということでね、消防士はね、24時間勤務の人が大半だと思うんですけども、ね、当番、当務って言ったりするんですけどね、その1日があって次の日が肥満ってなります。その、1日の過ごし方、すごく大事になってくるので、僕らがどういう風に過ごしていたのかお話しさせていただこうかなと思います。はい、ではですね、まず、非番の日の朝ですね、はいはい、何時ぐらいに帰ってましたか？そうです、9時くらいかな。9時くらいに署を出る。そうです、9時過ぎてたか。あ、その交代終わるのは何時なんですか？8時半代交代でしょ、はいはいはい、でそのまま、申し送り、それ終わってから申し送りして、うん、なんやかんやしてて、まあ消防士なりたての頃は特に雑用を全部終わらせて帰ると、やっぱ9時過ぎとかに出るって感じだったかな。それでも9時過ぎなんですね。うん、早いですね。で、教頭は10もうですね、僕が、地方の話ですね、地方の時なんですけど、一番下の頃は11時とかですね。マジマジ。8時半ぐらいに代交代終わって、事務所上がって、まあいろいろするんですけど、まあ最初にするのはやっぱ食堂とかの片付けとかね、まだちょっとできてない時はそれやったりとかやって、うん、その後、ね、やっぱりね、上司の方が帰らないと帰れないんですよね、なかなか。そうなんです。そうなんですよ。ただね、その上司って言っても、そのうちの係の人、上の人っていうくくりで、その消防隊だから消防の上司がっていうわけじゃないですよね。で、僕らの遅かった人っていうのが救急隊なんですよ。はい、はい、救急隊、うちの救急隊は本当に件数が多かったので、事務処理がやっぱ残ってたんですよね。なるほどね。そうなんですよ。だから、まあ、皆さんも残りたくて残ってたわけじゃないんですけど、まあ、どうしてもその仕事の日、だけじゃどうしても時間が足りなくて、非番に、残ってでもやっぱ処理をしないといけないっていうのがあったんで、それを待ってることが多かったんです。だって一緒に出動してね、書いてもらってるっていう状態なのね。いや、ただね、最初の頃は僕も救急車乗ってない時の話なんですよ、これ。あ、そっか。そう、乗ってなくても、っかりな、そう、上の人がまだ仕事してるんだから、なんでまださっき帰ってんだみたいな感じの雰囲気だったんですよ。くくり大きいな。そう、くくり大きいんですよ。だから、まあ、帰ってもいいよって人もいたんですけど、でもそれで帰ったら帰ったでね、なんかね、あったり、まあ、僕に対しては全然なかったんですけど、なんか半分冗談で、え、お前ら帰んのみたいなって言ってくる人もいたんですよ。めっちゃ嫌でしょ。いるよね、うん、そういう嫌な人。え、お前ら帰んのみたいな。あ、全然いいけど、え、お前ら先輩仕事してんのに帰んのみたいな。ね、なわけないじゃないですかって言うしかない。なわけないじゃないですかつってとかね、っていうのがあって、で、まあ、最初の頃は遅かったらね、それぐらいの時間になってたり、まあ、待ってる間に、次の、なんですかね、足りないものとか、うん、キッチンペーパー買いに行ったりとか、うん、ちょっと食材買いに行ったりとか、味噌汁とか作ってたんで、はいはい、そういうのはやったりしてたんですけど、最終的に11時とかになる時もありましたね。あ、それはきついな。そう、そういうのがあったんですけど、それが地方の1年目ですね、がそんなだったんですよ。遅いね、かなり。で、2年目からは嫌だなと思って、シンプルにそんな遅くなるの、うん、仕事だって24時間働いて、ね、で、まあ、プラス3時間ぐらいいるわけですよ。3時間も持ったな、プラスで2時間ぐらいいるわけですよ、署に、うん、ってなったらもうシンプルにしんどいし、何してるか分かんない時間だったんで、早く帰りたいと思ったんで、4月いいタイミングなんですよ、やっぱ移動してきた人が来て、うんうん、人の入れ替わりもあったんで、このタイミングで俺はもう早く帰るようにしようってなって、はい、もうやることちゃんと終わって、まあ、9時とか9時過ぎぐらいには帰れるようにしました。なるほど。そういう、これからね、移動の時期なんで、まあ、4月から人も変わるし、上の人が変わったらその考え方も変わったりだとかするので、早く帰りたい人はこういう時期がベストかなと思います、はい、大事だね。大事ですよね。ただそれを実行できるかできないかは本当にその人次第だから。そうなんですよ。はい、僕は実行しました。はい、めっちゃハート強いなってめっちゃ言われるんですけど、うん、でもそれぐらいしないと、もったいないなってすごい思っちゃったんで、はい、なのでそういう人は、ぜひ試してほしいなと思います。はい、でちなみに東京の時はもうちょっと遅かったですね。さらに、何ですかね、まあ、仕事に対する考え方も
地方の人と結構違ってて、お前ら仕事終わったんだ早く帰れよみたいな感じだったんですけど、うん、なんか結構やっぱり仕事量が多かったんですかね、うんうん、皆さん忙しそうで残ってる方は多かったんです。ただ東京の場合は一人に対して1個机がないんですよ、うん、1個の机を3人で使ってますよ。それは反対番の人も含めて、そう3交代制だから。あーそっか、1部2部3部って言うんですけど、はい、そう、はい、だから早く帰んないと次の人が使えないから早く帰る、うん、でもその上の人とか、まあ、係長以上とかになったら、まあ、1人1個あったりとか、まあ、2人で1個みたいになってくは来るんですけど、うんうんうん、まあ、それでもやっぱ机の数少なかったりするんで、まあ、早く帰れとはめっちゃ言われてました、うん、人多いから。でも11時12時とかなってましたね。それはまた先輩にまたそんな感じ。ああそれはなんか帰れる雰囲気じゃなかったですね、完全に。なんか言われたりとかはあんま記憶ないんですけど、その直近の先輩には、うん、お前ら何々さんなんか仕事してんだから帰ろうとすんなよとかはありました、はい、帰ってる人もいましたけどね、めっちゃハート強い人で、帰る人はマジで音速ですだよね。え、気づかない、あいつもう帰ったのみたいな、あいつマジで早いなみたいな人はいましたね。なるほどっていう感じで、まあちょっとね前置き長くなっちゃったんですけど、まあ非番の朝はそんな感じなんですよね、うん、で、じゃあ帰りましたと。帰りましょう、はい、家着いたら何時ぐらいでした。いやもう9時台でね、普通に。あ、結構近かったんですね、うん、車で出勤だったよ。あ、そっかそっか、なるほど。家帰って何してました。家帰って、はい、僕の場合はまず帰ったらその直行で走りに行くんですよ、うん、ほう、はい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 、近くの坂、坂ダッシュして降りて、はい、でも全然動かないですけど、動けないですけどね。消防士もうほぼ寝てない状態で行って、うん、で体を動かして、で心臓バクバクいってるわけですよ、うん、いつも変に、うん、それでも、まあ、それ終わった後に今度自分キックボクシング、ね、やってるそのジムに行って、うん、まあ、ちょっとマシン使ったりとかして、うん、またそこでも4、50分めちゃくちゃ動いて、一番動いてる時はもうそれやった後に、また今度10キロ15キロ走りに行くんですよ。なるほど、アホかって話です今考えたら。すごいですね。でもう動けなくなって、でそれで午前中終わり、はい、ただ午前中だったんですよ。そこ3時間ぐらいで午前中終わりで、ご飯食べてお風呂入って家でちょっとゆっくりして、夕方ぐらいまでちょっと寝て、で最初の消防士になりたての頃は警報調査、自分で治水入り。なるほど、治水入り回ってたんですね。うわ、で3時間で帰ってきて、あとはまあその入ったばっかりの頃ね、空気呼吸器とか教えられたもの、もう覚える大変じゃないですか。それもちょっとメモしてたのちょっと見返して、明日の訓練ではまた多分これの訓練やりそうだなとか復習して寝るという。確かにそんな感じでしたね。正直ね、あんまり覚えてないんですけど、東京行った時はもう家帰ったら確実に昼なんですよ。昼、うんうん、だろうね、その昼とか昼過ぎなんですよね。なのでもうご飯とか食べてた記憶が全然ないんですけど、うん、そう、まあ、単身寮行った時の記憶はほぼないんですけど、それから、賃貸のアパート住んでた時は帰ってご飯食べて、でお風呂入ってたんですよね。お風呂入って、はい、で、寝てました、うん、すぐだよね。寝てました。もう東京行った時なんかは基本2時間睡眠とかそれぐらいだったんですよ、うん、だからもう眠すぎて寝てて、夕方に起こされるんですよね、うんうん、夜ご飯のお買い物行こうって。なるほどね。そうそうそう、微笑ましいね。同棲してたんでね、うん、で起こされて買い物行ってみたいな感じで、もうそれからはもうご飯作って食べてお風呂入って、またもうお風呂入ってお風呂入って、うん、寝るみたいな感じの生活でした ね、うん、だ, よね。だからもちろんそのね、そ夜の時間とかは仕事で学んだこととか、うん、ちょっと復習しとかないといけないこととかはやってたんですけど、うん、そういう感じでちょっとゆったり過ごしてることが多かったですね、うん、最初の頃は本当に体動かしたりとかできなかったです。本当に本当に最初の方は眠たすぎて、うん、家帰って朝もう寝たらもう夜まで起きないぐらいの。ああ本当そうです。でそれを最初のうちやってたんだけど、いや時間がもったいないなと思って、うん、間違い、
って無理やり体動かしたりなんだりってしてた感じですね。いやそうですね、僕も最後の方とか地方に行った時は帰って速攻走りに行ったんですよ、うん、眠いから特に休憩乗ってたんでもうほぼ寝てないんですよ、うん、ほぼ寝ずに帰ってもうね座ったら負けなんですよ、うん、分かる。座ったらもう眠たくなるんでそのまま着替えて走りに行ってで筋トレもしてで帰ってきて風呂入って、まあ、飯食ってみたいな感じでやってましたね。であと勉強本読んだりとかなんやかんやしてたんですよ。確かに。でも自分も慣れてきた頃にこう最初は自重トレーニングばっかりだったんですよ、はいはいはい、キックボクシングやってる時も自重トレーニングだし、うん、消防入ったばっかりの時も自重トレーニングじゃないですか、懸垂腕だったりとか、うん、で初任が出ても自重トレーニングやってたんですけど3年目あたりから消防じゃない3年目あたりから、一緒にトレーニングするしてくれる、先輩の方が現れて、うん、でその方がウエイトトレーニングするようになったんですよ。でその方は自分より体重軽いし身長は同じぐらいだったんですけど、でなんかこう見た目細いのに、うん、自分と同じぐらいこうなんだろう、パワーとかこう出力があるような人で、あれって思ってこのままじゃダメ、なんかわかんないけどダメだみたいな自分の中で、その先輩の方は自分の家の車庫倉庫にパワーラック買ったんです、でそこで一緒に午前中トレーニングして、ベッドリフトスクワットとかベンチプレスとか好きっすね、いろいろやって午前中終わって、じゃあ今日もありがとうございましたお疲れ様でしたって言ってで帰るじゃないですか。でも俺負けたくなかったんで先輩に、でまた午後実はそのセミナーに行ったんですけど、飯食わないでも行ってたかもしれないですけど、もうまた違うジム行ってまたベンチプレスとかもうその やるトレーニング2時間ぐらいやって、やば帰ってました。オーバートレーニングですね。オーバーでしたね。余裕でオーバーですね、はい、体がみるみるうちに、まあ、絞れてきやしましたけどね。あそうっすよね。だから結構運動してたんですね。そうそう、もう運動、それはもうあれですよ、警棒調査とかだいたい自分の書の管轄の、治水理とか覚えた後は、うん、まあ自分の好きな時間も増えてきた時に、うん、まあ、そうやってたって感じ。なるほどですね。僕はその帰る時間が遅かった時にチャリ乗って警棒調査してたんですよ。帰る上司を待ってる間に、うん、もったいなくて確かに。だからその間に巡ってました。あそれ辛いね。だったら帰るって話だそういう感じでやってましたね。はい、ということで今回は消防士の非番の過ごし方をお話しさせてもらいました。やっぱりね、当番、当務で疲れて帰って、まあ、非番、家で寝ることも体を休めることも大事なんですけど、やっぱりね、寝ちゃったらもったいないんで、体を動かしたりだとか、なんか勉強したりとかね、いろんなことに時間を使って有意義な、消防生活を過ごしてほしいかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。バイバイの前にちょっとね、概要欄の方にいろいろ貼ってあるのでぜひそちらの方もチェックしておいてください。はい、ということで以上になります。バイバイ バイバイ